はい、今日は5月16日です。本来だったらもう客室も家の半分終わってるはずなんだけど終わってません。はい、なので頑張ります。で、今日でこっち側を終わらせようかなって思います。まあ、あとはちょっとステイン、オイルステインも濡れてなくて、まあ、あとここのクロス貼って、ここは終わりですね。はい、で今日は最大のミッション、二重窓作成です。まあ、ここを二重窓にして、まあ、あとはここも板を打ち付けて、そんな感じでやってみます。はい、あとはここだな。まあ、ここはもうベニヤでペってやって終わりですね。あとはちょっと断熱材をシューッとやって均一上げて終わり、それぐらいかな。はい、まあ肝は今日はクロス張りですね。じゃあやっていきましょう。今日の動画を倍速にして、どうなのかなと思いつつやってます。窓のところですね。置かないと嫌なんですよね。手を置いた瞬間にズボって揺れて冷めないんで、ちょっと荒床ですね。部屋と6畳間、ところ解体した時の荒床をほぼ50センチ間隔くらいかなって切って、まあ窓の縁側なのかな、何側ってのか分かんないですけど、ここの補強に回してます。はい、網戸18キロ増量しました。まあ、1キロパなんですよね。1980円 で5キロが1日パなんで、まあ、18キロ買った方が全然お得っていうことで、よく気づいたのでこれ買っちゃいました。まあ、まだまだ壁紙貼るところはあるので、まだそこをどうか貼り切れればなって思います。解説が早くて、解説がこうナレーションが追いついていかないっていうねことになってます。まあ、一応クロスもちょっと張り出してますね。まあ、一応なんだろうな、順序っていうか、その段取りが悪くて買ってきた資材をとにかく使って、そこのスペースを空けたらまた何次やろうかなっていう感じでやってますね。なので、まあ、もっともっとこうちゃんと段取りと段階考えてやるべきだなって思ってます。で、特にこのクロス入った時間かかってますね。だいたい60メートル頼んで、足りなかったんですよね。プラス、追加で20メートルぐらい頼んでるんで、頼んでないか。ですね、60メートルも張り切っちゃって、その後めんどくさいんで、石膏ボードに漆喰になってますね。正直、クロスがうまく張れないんだったら、漆喰の方がいいです。これ。ちょっと楽ですね。もう、張っと、全部張っちゃおう。この部屋ですね。まあ僕の室になっているところです。やっぱり車中泊とかテントで寝ながら DIY をするのは正直きついっすよ。マジできついっすよ。だからあんまおすすめはしないっすね。足りねえだって話なんですよね。まあ、あとはここと、まあ、張り終わってしまえばいいかなって感じっすね。で、正直な話、この部屋に関しては、エア入りすぎたんで、後で、漆喰塗ります。無理くり。なんで、ここの部屋が一番、やり残しが多くて、あと一部屋一部屋潰していけばよかったんですけど、それをしなかったって言ってきてますね。今日は、予想以上に伸びるんですよ。不必要かな、それだけど、なかなかいいです。で、この水の家って、今1ヶ月間放置してるんですけど、まだ乾かなくて使えるんですよ。だから、ちゃんと密閉さえして置いておけば、すごく使えますね。で、ちなみに、この糊を伸ばすときに、モルタル用の鉄のコテ使ってるんですけど、使わない方がいいですね。容赦なく錆びます。めちゃくちゃ錆びます。なんで、サンダーで先を削って削ってやらないと、
鉄のやつだとボロボロになっちゃうんで、糊を伸ばすときはプラスチックの固定がいいっすね。これだけは今思っ断言できますね。なんだか作ったんで、まあ、また、窓の二重窓を設置するところの、まあ、なんだろう、あっていいんだろうね、これ何ていうか分かんないわ。まあ、一応、二重窓の下側のね、材、窓枠を入れるところの補強っすね。合わせが細かいこと多かったので、まあ、慣れないうちは面倒くさかったし、まあ、手の手で合わせる必要ないっていうのが、せめての低いですね。おかしいが、まあ、入ったから良しとしますわ。あまり打つとこの板は脆いから割れちゃうね。じゃあちょっと反対側も行こうかな。あ、バッチリっすね。じゃあ次も行ってみようか。はい、その一つのことをやると慣れてくるんで、まあ、大体容量というか要点みたいなものは分かってきますね。まあ、正直な話、大工ってすげえなと思ってきて。はい。以上で切り終わりました。すごいよね。なんかね、1時間かからなくて20分で終わっちゃったんだよね。やべえ、最初の頃よりかははるかに成長してる感がある。成長してる感がある。ちょ、2回言ったわ。ああ、いや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 。さて、あとは二重窓とベニヤだね。どうしようかな。ここをどうするかでござるよね。まあ、打ち付けるか、もう一枚。もう一枚打ち付けて、そんで終わりでいいかな。はい。まあ、それ、これをまあ、シュドンと打ち込んでしまえば、まあいいというわけでもないな。ベニヤ足んねえな、足んねえな、ベニヤ。まあ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 、とりあえずここは保留ということなんで、まあ実はだったら頑張ります。はい、まあこの今回はですね、なかなか進んだ回になります。でもまあこれ5月の中旬なんで、まだまだ溜まってますね。まあこんな感じです。バイバイ。